Oi.
欅か。景気がいいな。いいことあったのか？私も少しやりくり上手になったんだ。ごめんください。おじき、ちょっと気になることが。なんだ？今日街で遥ちゃんが男二人と話してたんです。結構親しそうに。でもそいつら一目見て仇じゃねえなって分かるやつらだと思うんで気になっちゃって。今日はごちそうだね。お肉たくさん。いっぱい食べてね。Thank you.
ありがとう。え？兄貴。やっぱ厳しそうか。そりゃそうっすよ。計算したんすけど、やっぱ相当厳しいみたいっす。急に家賃が上がるなんて聞いてねえからな。それに食費だけでも結構かかるしな。みんな結構食うんだよな。とにかくこれ以上金かかるとやばいっすよ。もう来月の家賃も厳しいくらい。これじゃもうやっていけないっすよ。分かった、行くぞ。でもどうしたら。キリーの兄貴は何て言ってんすか。兄貴には言ってねえ。心配かけたくねえし。じゃあ俺らで、なんとか。バカ、俺ら自体が苦しいのにそんな余裕ねえだろ。そっすよね。いえ。ごめんなさい。うん。おじさん。
もう。
Thank you.
あやこ姉ちゃん、いつもありがとう。僕からはこれ。ん？これは？ごめんなさい。いつも本当にありがとう。はい、これ。みんな。しばらくあやこちゃんが休めるようにってみんなで考えたんだよ。最後は俺から。宿題、お手伝い券いらねえ。できねえくせに。あやこに迷惑かけてどうすんだ。なにありがとう、みんなありがとう。おじさん。ありがとう。